はい、皆さんこんにちは、アレクサです。そしてこの新しい鬼滅の刃の遊郭編最後のエピソードのリアクションビデオへようこそ。ようやく遊郭編が、終わってるんですね。本当に、最後のリアクションビデオで見たように本当にすごかったし、その遊郭編が今まで僕の、鬼滅の刃の部分の一番好きな部分ですよね。本当に最高でした。もうどうやって終わるかわかんないんですけど、みんなここで死んでいるだと思ってないな。一人二人か、死んでるかはありえないことなんじゃないんですけど、何を期待してばいいのかはわかんないな。だから、今から皆さんと一緒に発見したいと思います。レッツゴー。最初からな。これを。マジですごかったな。これは本当に綺麗だよね。切った頭なんだけど。綺麗。もう毒がやばいな。本当に腕を切られたな。で、爆発。かまど少年。何も聞こえない。ここで誰か来たかもね。切れてなかった。助けてくれて。宇髄さんが。逃げろー。ほう。本当に直接で爆発を受けたみたいだな。お、禰豆子。何が起こってんの。うわー。めっちゃ綺麗。遊郭編。このちっちゃい手で。かわいいな。本当に禰豆子のおかげだ。禰豆子、このアニメの一番強いキャラなんじゃないの？すごすぎる。全部が。寂しいね。みんなはどこに行っちゃったの？めちゃくちゃだ。立てないね。普通に。体が動かない。もう限界を、そもそもなんで俺は動けるんだ？遠くに超えたから。なんで俺は生きてる？ああ。炭治郎！善逸の声だ。この声は本当に助けてを求めている。声じゃない。タジラー！起きたら体中痛いよ。俺の両足これ折れてんの？何なの？誰にやられたの？全部忘れたか。で見れない。怖くて見れない。じゃねえよ。俺もかわいそうだけど、伊之助がやばいよ。確かに伊之助が心臓の音がどんどん弱くなる。刺されたからな、心に。伊之助。心臓が。あそこイノスケー、イノスケー、イノスケしっかりしろ。イノスケやばそうな。やっぱ、おわ、毒が、毒入っていた。心音が弱くなっていく。どうする、どうする。忍さんにカラスを。いや、遅すぎる。今何とかしなければイノスケは死ぬ。何かの方法を考えなきゃいけないんだ。なんで俺は助かったんだ。なんで俺だけ。いやそれはちょっとな、強すぎない？禰豆子はもう神様みたいだ。どの敵にも叩けるし、道具とかも消えるし、簡単すぎないこれ。死なないでください、天元様。いやー、そりゃ大丈夫。毒は問題じゃないんですよ。禰豆子がいるんです。俺は今までの人生、天元様死なせたら私もう神様に手を合わせません。
うるさいな。はい。このバカ女。嘘だろ。何も言いのか。毒でしたあいつらはな。ってきたんだが、どうしてくれんだ。あいつ死んでいるのにな。かわいそう。はいはい。直します。ビュー。ちょっと待て。これは一体どういうことだ。あ、もう俺も知りたいんだけど。毒が消えた。どういうことだのこれ。ねずこちゃんがいればもう。本当に。心配。ああ、かっこいいな。お前ら心配かけたな。毒を燃やして飛ばしたんだと。ごめんね。俺にもよくわからないのですが、うん、誰もよくわからない。もう動かないでください。ご無事でよかったです。漫画家の書いた先生もよくわかってないみたいだね。混乱するぜ。確認するまではまだ安心できない。ああ確かに安心できない。猫、猫ちゃん、何それ。タモヤさんのところへ。何この猫、初めて見た。頼んだぞ。誰？人がいないな。ねずこちゃんかわいすぎる。みんなを逃がしてくれたんだな。よかった。こっちに行ってくれ。便利だな。はい、こっちです。強くなってきた。あ、まだ生きてんの。俺は柱を相手にしてたんだぞ。だから何よ。なんでとどめを刺しとかなかったのよ。少しずつ消えているみたいだ。耳に飾りをつけたガキが生きてたから先に始末しようと思ったんだ。そもそもお前は何もしてなかったんだから。喧嘩してるな。どれくらい刺しておけよ。そう、そういう風に操作すればよかったじゃない。私をそれなのに。うるさい。バカはどっちでしょう。なんだと。とどめは刺そう。あんたみたいに醜いやつが私の兄弟なわけないわ。うん、あんたなんかとは。本音が出た。きっと血も繋がってないわよ。だって全然似てないもの。ふざけんじゃねえぞ。お前一人だったらとっくに死んでる。どれだけ俺に助けられた。出来損ないはお前だよ。弱くて何の取り柄もない。で、俺がお前の死ぬ食いばっかりしなきゃならねえんだ。お前なんか生まれてこなきゃよかった。嘘だよ。黙れ。本当はそんなこと思ってないよ。鬼なのに仲良くしようっていうね。優しすぎる。味方してくれる人なんていない。お互いを罵り合ったらダメだ。はい、ゆっくり消えている。バイバーイ。はい、終わり。そうだ、俺の妹の名前は梅だった。ダキじゃねえ。バックストーリーか。羅生門菓子、遊郭の最下層で生まれた俺たち、うん、子供なんて生きているだけで飯代がかかるので迷惑せんば。やっぱこんな人生があったら鬼になりたいよね。ボンクラ力
醜い声や要望をあざけられ、お金が欲しいよね。鬼とか人もみんな最初は人間でした。飲みがついたひどい匂いで、美貌がすべての価値基準である遊郭で、うんうん、だから釜で戦ってるね。俺の中で何かが変わり始めたのは、梅が生まれてからだ。梅ちゃん、かわいいね。梅、気分が良かった。自分の目が誇らしくなり、俺の劣等感を吹き飛ばしてくれた。全部は劣等感から生まれたな。これから俺たちの人生は、いい方へ加速して回っていくような気がして。殺された？うん。いや、いた。何やったの？客の、ああ。侍の目玉をかんざしてついて、侍のお客様を刺した。その報復として梅は縛り上げられ、生きたまま焼かれた。うん、それは確かにひどい。取り戻せ俺の妹。で、そこで鬼になったか。闇も仏もみんな殺してやる。ふん。こいつで間違いないか。はい、そうでございます。感謝いたします。厄介払いができてよかった。のことは残念でしたけど、可愛い子を見つけたらまた紹介しますので、あの、お金の方を。まあ待て、とどめを刺してからだ。お前、いい着物だな。いい着物だな。清潔で肌ツヤもいい。羨ましいね。生まれた時からそうなんだろう。こんな人嫌いなんだ。ふん。誰も助けちゃくれない、うんうん、いつものことだ。いつも通りの俺たちの日常。助けてもらったの。いつだって助けてくれる人間はいなかった、うん、助けてもらった人間はいなかった。いいことも悪いことも変わる変わる来いよ。どうしたどうした、かわいそう。上弦の鬼みたいだけど誰なの。俺は優しいから放っておけないぜ。何それ。その娘、上弦の六、お前らに血をやるよ。二人ともだ。あの方に選ばれれば鬼となれる。変な顔してるね。何これ。命というのは尊いものだ。大切にしなければ。さあ、お前らは鬼となり、俺のように十二気づき、十二気づき上限へと上がってこれるかな。うんうん。俺は何度生まれ変わっても必ず鬼になる。幸せそうな他人を許さない。必ず奪って取り立てる九太郎になる。ただもし唯一心残りがあるとするならば、梅、お前は俺と違ったんじゃないかってことだ。どういうこと？普通の親元に生まれていたなら、普通の普通の人生に生きられるかもね。上品な娘になっていたんじゃないか。染まりやすい素直な性格のお前だ。俺が育てたためにお前はこうなっただけで、奪われる前に奪え、取り立てろと俺が教えたから、うん、お前は侍の目玉をついたが、従順にしていれば何か違う道があったかもしれない。俺の唯一の心残りは、唯一ね、お前だったな。
なんだこれ、どこなのこれ。地獄か。お兄ちゃん、やだ、ここ嫌い。どこなの。出たいよ、なんとかして。俺についてくるんじゃねえ。なんで。待ってよ、私ついてくんじゃねえ。さっきのこと怒ったの。謝るから許してよ、お兄ちゃんのこと醜いなんて思ってないよ。悔しかったの、負けて悔しかったの。私のせいで負けたって認めたくなかったの。ねえお兄ちゃん、このシーンは綺麗ね。この光とこの、お前とはもう兄弟でもなんでもない。色のチョイスも、俺はこっちに行くから、地獄と反対の方、天国か。明るい方へ行け、もっと明るいのは天国だと思う。おい、やだやだ、離れない、絶対離れないから、ずっと一緒にいるんだから。でも最後までお兄ちゃんを一人に。私を嫌わないで、叱らないで。何があっても一緒にいたい。ひどい、ひどい。約束したの覚えてないの。俺たちは二人なら最強だ。寒いのも腹ペコなのも全然へっちゃら。約束する、ずっと一緒だ、絶対離れない。行こう、地獄へ一緒に。消えた。戦いが終わって勝ったけど悲しいね、炭治郎。ん？うむ。終わったな。そうか。何それ？オロチマル？一番下だ、上限の。6とはいえ上限を倒したわけだ。実にめでたいことだな。いや、お前から褒められても別に、そうですよ、随分遅かったですね。柱だそもそもかな。遅いの。前で見たかも、忘れた。左手と左目を失ってどうするつもりだ。たかが上限の6との戦いで復帰までどれだけかかる。その間の穴埋めは誰がするんだ。俺は引退する。さすがにもう引退するか。親方様も許してくださるだろう。ふざけるなよ、まあ、俺は許さない。お前が決めるただでさえ若手が育たず死にすぎるから。柱は煉獄が抜けた後空席のまま。お前程度でもいないよりはマシだ。いや、若手は育ってるぜ、確実に。お前の大嫌いな若手がな。おい、まさか生き残ったのか、この戦いで。炭治郎が柱になる。竈門炭治郎が。そうか、倒したか、上限を。よくやった天元。炭治郎、禰豆子、めっちゃ喜んでるね。伊之助、もうそろそろ死ぬね。100年もの間変わらなかった状況が今変わった。あまね、はい。100年間で上限の倒したことないか。わかるか、これは兆しだ。兆し？運命が大きく変わり始める。辻無惨。無惨。お前は必ず私たちが。私たちの代で倒す。我が一族唯一の汚点である。一族？お前は
お前は誰なのかな。お前たち、湯を沸かしなさい。あんたの薬と手ぬぐいを。一族の歴史は何のかな。ふん。出た。異空間、無限城。ここに呼ばれたということは、上弦が鬼狩りにやられた。やられたぞ。ペッ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 ペラペッパン。何それ。みんな生きててよかった。みんな生き残った。次のシーズンで会いましょう。パッパーラ。本当にこの遊郭が最後まで良かったな。今まで鬼滅の刃ってそのすごい個人的に好きなアニメそこまでじゃなかったんだけど、この遊郭編で変わったな。でも本当に悪いところを言ったら、それは炭治郎と禰豆子の力がちょっと強すぎるっていうか、どこからこんな力を持っているのかも知らないので、まあその後で説明するなと思うんだけど、今の状態で全然知ってないので、それを理解できないな。だから普通に炭治郎がスーパーサイヤ人になって、その他の化け物の力が出て、禰豆子もすごい力が入ってるんだと分かってるんだけど、こんなのヤスルの力があるの、今までは見てなかった力なんだね。でも本当にそれ以外は、アニメーションとかも全部完璧だったので、次、鬼滅の刃の本当に楽しみにしてますね。このチャンネルで、まだ時にリアクションやったら、皆さんと一緒にいたいなと思ってますので、よろしくお願いします。では、次のビデオまで体を気をつけて、またな。